どうもー。プロジェクト X 登録者1000人の道、やっていきたいなと思います。今日ね、ちょっとポケモンをね、もうすでに置いちゃったっていうのが、でもいつもの神社のとこまでね、走って、いつもの着地地点で終わりたいなと思います。それでは、レッツラゴー！もうね、なんでね、ちょっともう毎日やろう。あのね、なんでかっていうと、ムンネイトの静香さんっていう人がいるんです。でね、まあ部屋がね、汚いと。そう、何が言いたいかわかりますよね。そう、私も部屋が汚いんですよ、とにかく。もう YouTube 大に特化してるが、静香さんにね、言われたんですよ。アイプップさんの、部屋改造のやつ見ましたよって。あ、やっぱ部屋汚いとかっていう話が、になったから。で、ね、あ、そういうとこはしっかり見てるんだなと。でね、もう静香さんよりは、部屋をきれいにしようって、目標で頑張ってるんですけど、まあ、今、見事に汚いと。もう今日やるんです。今日こそやるんだ！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 ごめんです。あ、静香さんの部屋はもう汚いらしいです。だからね、やっぱね、あれです。バカにされたくない。おっと、ちょっと、な、信号待ってたらね、あれこいつ YouTuber やってんじゃねえのっていうような目で、おっしゃね、お兄さんがいました。やばい、パトカーがいる。パトカーいるからさ、道をこぎったらピピピ！お兄さん、行けません。今めっちゃやべえやついた。俺、本来だったらまっすぐ突っ切るけどさ、あ、ゲーザーついたな。NG みたいな車がいましたね。ああ、警察や、優しい。見逃したよ。ああ、私、ここから思い切り横切るけど、ああ、ここでさ、おい、そこの方向車ってなったら、どうしようね。YouTube やってるんで、見逃してくださいって、怠けやんかないよね。よいしょ。ねえ、いつものジムのとこは、神社のとこまで走ります。で、そう。まあ、部屋がね、もう、静香さんよりいつも綺麗にしてようって、なるわけですよ。で、次がね、アイプップさん筋トレしてないですかってな、そこも触れると、静香さん、運動不足すぎて病院に運ばれる？ちょっと、ちょっと次元が違いすぎて、よくわかりません。ですがね、私行っちゃったんですよ。一緒に運動しませんかと。で、静香さんはなんか、前向きに考えます。みたいなね、ことを言われたんです。で、またやってないんですかってなるのが、やっぱ言う。ね、いけねえなと。もう私は YouTube の活動をちょっと控えてでもね、筋トレやるってきます。ちゃんと静香さんに全部やってますよって。静香さんどうなのって。でね、別に、好きとか、だからそういう話するわけじゃないんだからね。静香さんはマジで見てそうだな、これ。だけど、頑張ろう。本当に。やっぱ出会うべき人に出会うために、私は、自分を磨くんだ。あとね、美子さんが言っとった。なんか、彼氏別れた時ね、自分を磨いたんです。もうなんか筋トレ行ってきますとか言ってきて、私ライブ配信するんだけど行かないで。でもなんだかんだ、頑張ってねって感じでした。神社まで走るのつら。おぉ。じゃ美子さんみたいにさ、ちゃんと、自分を磨くの、常に怠らないこと。ダイヤモンドでもさ、やっぱ、常に磨いてないとさ、輝きあるじゃないですか。で、放置してたらさ、どんどん劣化して腐ってくるかもしれない。ちゃんと常に磨いてるからこそ輝き続けるな。もうそれが自分磨きと言うはず。ああ。ということで、いつもの神社です。で、ここでね、初詣、やったりね、ダンスをね、ちょっとやりたいなって。なんかあれ、
ちょっとだけ踊っていこう。ねえ、全然ダメですけど。さあ、行きます。やばっ。ちっちゃ本当は、どん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 。やっぱ、めちゃめちゃ、いいになる。おおおおおおお。おわ、昭和、昭和、この、まあ、じじじ、恋しての、おいえい。まだごめんなさい。最近サボっててね、踊れるとこまで行ってないんですけど、ね、やっぱ本当にちょっと、ね、停止中時間の合間とか、もうちょっと息抜きで練習して、よいしょ、およつさん、踊れるんですね。ちょっと、まあ、まるまる、もりもりでもやってもらえませんか？やりますよ。これで、ね、たくさんライブに来てもらえたら、視聴者、さんが回数増えたわ。何でもやりますよ。でもね、ごめん。スカイダイビングとか、ジェットコースターとか、ね、あとなんだっけ。もうそういうのはダメだよ。ね。私言うね、こういうのはダメなんだ、マジで。高いところが。そう。リクエスト受けたんだよな。新幹線見てください。見ます。ね。やっぱ自分のことを、じゃ自分の好きなものを、やっぱ相手の人に、ね、やっぱ伝えて、よかったら見てくれませんかって言われるって嬉しいことですよね。なかなかない。ね、そうやってね、やっぱりサッカーも見たし、ね、プロレスリングのアを見た、シェフィアさんに、まあ言われたんですけど、よし、見ようって。ちょっとじゃ来週時間作るぞ。土日ね、心療内科がなければね、まあ、ちょっと時間作れるはず。もうほんと、YouTube やめたい。ねえ。でも、来週からは、もう適度に打つ。ねえ。あのね、月から木はね、毎日4本でもね、そう、金土日頑張れって、ライブ配信も、ね。まあ、あれだよ。週に5日やればね。まあ、その45って筋が出るんだ。だから私は思った。あんま無理しなくてもね。そうそう、1週間で45本は乗せれるんだな、と。ね、もうこれやればあれ。まあ、100均は無理でも、東海オンエアぐらいまでは抜けるだろうな。もう、その時には、マニマニマニ。マニマニ、お金パーティー。さあ、ね、抜けるぜ。令和総ブーストでね。まあなんか、まあ一週間でも100増えるってすごいですよね。でも令和総入ってから、今に至るまで結構時間があるのに。あの人まだ200超えてない。そう、あんま頑張って活動してないん。わ、だからね、浮かわかしてたわ。ねえ、まじまじの首つぞーねえ、あざい長さに打ち取られます。でも、残念ながら、あざい長ささんは、今日、お亡くなりになります。ねえ、東吉郎は、お市のことが好きで、お市様助けに参りましたぞーって、ねえ、私みたいなやつなんです。で、お市とはね、おいちゃん、俺は腐れよ、お前だって綺麗だーって。ね。平川景子、ウィーッシュが言うんすよ。まあ、わかるよ。おいちいろ、お前は、おー、心の友よって感じの関係ですよね。私もほんとね、ね、ガツガツ行きすぎてね、すぐダメにするタイプなんでね。おでもその娘のちゃちゃに手を出すってどういうやつだ。私はもう諦めてるけど。で、秀吉は、財と力で何度でも知らせてましたからね。ということで、終わりました。はい。次は筋肉騒ぎと。ああ、もうなんかやだな。そういうこと出とんの。頭がハゲてるからさ。やってらんねえよ。もう早く準備しろって、だって。いやもう、一応やってますってアピールしてんのよ、こっちは。よし、頑張るぞ。筋トレやっただけなんか、視聴率取れてしまう。いやもう、もっとさ、500だもん！よー、行くぞ！
ついた。静香さん、筋肉体操やらんか。何年もなんかさ、腹筋背筋スクワットさ、なんだっけ、腕立て4つあるけど、もうめんどくせえ。全部やってあげて。普通こんなことやんないよ。腹筋背筋スクワット、腕立て立てあるけど、もうだからバランスよくやるの難しくないですか。名残惜しいとか言わない笑いとんなよ。ほんとこいつ疲れる。やきたないんだ。よし。頑張るぞ。ぴょーんぴょーんってやつでしょ。みんなぴょんぴょんって言うんだよ。西川の兄貴、不得でいいだろ、これ。そう、兄貴できたんだよ。あいやー飛べないんだ。うん、あー、ゲップ出た。三つ矢サイド飲んでからやるんだよ。ぴょーん、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 ぴょーん。ぴょん、ぴょん、ぴょん。つら。いや、もう何、YouTube やってるのかだからわかんねえよ。ただきっとやってるわけ。毎日一本載せてますよね。なんか腰痛い。よいしょ。ということで、5月の、21日日曜日の、プロジェクト X チャンネル登録1000の道、肉体改造、ね、終わりにいたいなと思います。本当、サボってばっかなんでね、プロテインがどん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 溜まるんです。まあ、とりあえずアマゾンの定期購読はやめようと思いますね。はい。まあ、無理しない程度にね、やっぱやる。毎日続ける。もうちょっと YouTube の方はね、まあ、適度にやるって決めたんで、まあ、500でしょ？まあ、あれだよね。500はね、もうすげえ、500から一気に増えてくんで、もういいんすよ。平日月から木はね、もう4本って決めました。もう適度にやろう。それでも、登録者が一気に増えてくるのも、もうね、私は計算してやってるのこれね、なんか死んでたみたいになっちゃった。ね、なんか、ま、面白いなって、自分でやってて、もう、あり、面白いなっていうのは採用。もう判断基準は自分。
で、なんか、どこで、ね、使ったやつ、あ、ここ、お、掃除するのーって、いまだにやってない。ちょっと、今日、今週はね、診療がないかって、ちょっと、って言い訳なんだけど、俺は今度の、ゲットレンチャーズって、歌舞伎揚げさん怒ってる。ということで、シェイク、シェイク、ふんなぶぶさばき、ボベリベリ最高、ピッピハクシェイク、ふうふう、ふんなたらなんだらん、明日からハレルヤー。明日からハレルヤー。ルンチャルン。チャルン、チャルン。よし、これ終わったらね。なんだろう、ちょっと風呂入って、風呂はもう入らん。ねガス代が持ってんよ。よっしゃー。ね、風呂入って、で、シャワー浴びて、で、グリーンカレー食いながら、ちょっと、ミクチャライブ配信やろ。誰も来んけどな。ということで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。